皆さん、こんにちは、モノモースです。今日はとても深刻なニュースを取り上げますが、その中で私たちが今後どうすればよいのか考えてみたいと思います。まず、このニュースの概要からお話しします。横浜市にある京急百貨店で販売された、うなぎ弁当を食べた147人が嘔吐や下痢などの症状を訴え、そのうち90代の女性1人が死亡しました。この、うなぎ弁当を販売したのは、日本橋スサラという老舗の和食店です。横浜市は黄色ブドウ球菌が原因であると発表しました。さて、ここでまず まず考えたいのは食中毒のリスクについてです。特に、特定の日に大量に調理販売される食品には注意が必要です。コメントでも、土曜の死の日、のような特定の日に大量に作られるうなぎ弁当についての心配の声がありました。これ、実際に多くの飲食店が抱える問題です。通常の衛生管理が行き届かないことが多く、さらに大量生産となると、そのリスクはさらに高まります。そして、黄色ブドウ球菌という名前を聞いて驚かれた方も多いでしょうが、この菌は実は人間の皮膚や鼻にもつれましましています。 特に温かいご飯や米の中で増殖しやすく驚くべきことに一度産生された毒素は加熱しても破壊されませんつまり調理過程での最新の注意が本当に重要ですそれではこのような事態を避けるために私たち消費者ができることは何でしょうかまず店選びは慎重に行うべきです衛生面に気を配っている店調理場が清潔である店から購入することが基本ですまた大量生産が予想される特定の日には避けて購入するという選択もあります批判だけでなく今後の改善策についても触れ いたいいと思います飲食店側にももちろん大きな責任がありますが、一方で消費者側も正しい知識を持つことが大切です。例えば、食品の温度管理や消費期限をしっかり確認すること、また一度して触った食品をすぐに食べないなど、基本的なルールを守ることも重要です。このような悲劇は二度と起こしてはなりません。飲食店の方々も、私たち消費者も共に学び、対策を取っていくことが大切です。それでは、今日はこの辺りで、最後までご視聴いただきありがとうございました。次回も、ぜひお楽しみに、 なら。